法というものは、ひとたび誰かの手に落ちると、その時点から抑圧されてしまいます。法が抑圧されると、自由は息ができなくなります。忘れないでほしいのは、人間は本来、あらゆる動物の中で最も尊い存在だということ。しかし、法と正義がなくなれば、最悪の生き物になり下がるでしょう。でも、法と正義は全く別のものでしょう。確かに。ですが、表裏一体とも言えます。そうですか。互いに縛り合っているだけじゃないんですか。八神君は異論があるようですね。どうぞ。こんな議論が何になるのか。正義など無駄な概念だ。正義は社会の基準だ。だけどそれはいつも没後主義だ。例えば戦争はどうだ。正義の旗を掲げ合い、互いに命をかけるが、実はただの大量殺人だ。ではこの国での正義とは、権力の道具だ。正義はいつも力のある指導者が決めた基準なのさ。ばかりで悪話の話、周知の事実だ。自分の正義を探せばいい。それにどんな意味がある。目が覚むように、空気のように、流れに任せて生きてるんだ。自分の正義主張すれば、笑われ無視されるだけ。そう、正義なのさ。どこにある、どこにある。正義とは儚すぎる夢のようだ。正義は遠すぎる。広い視野で世界を見ろ。自分の正義を探しながら、その心を満たす何かをきっと正義と呼ぶのだ。それが答えだ。だとなぜ自ら名乗った。焦るな、落ち着け、尻尾をつかませるな。顔色も変えず堂々とした態度、あまりに完璧、それがお前の弱点だ。上がろうぜさ、リング超えるだろうゴングが。誰もまだ知らない頭脳戦の幕が上がる。見えすぎた記念、殺す手段はないか。下手に
手を出せばあいつの罠にはまる。私の名前を必死に探ればいい。知恵比べしよう、負ければ地獄行きだ。勝負はまだ泥だ。先手打つのはどっちだ。ルールなんかもいらない。裏を書いて奴を殺せ。新曲に入れたのよ、秘密のメッセージを。これであなたに会える。そして全てが変わる。あなたにも分かるはず。運命の出会いだと。どんなことでもやるわ。この目はあなたのもの。僕もふう君と同じように初めてお芝居ありきの歌をミュージカルとして人前でやらさせていただいたのは初めてで、もう内心は緊張しましたけど、それを外に出さないように凛としてないといけないのでそれがちょっと苦労したんですけど、まあ、今の自分ができる 100% ぐらいは出せたかなと思います。まあ、あとはパクエナさんの歌がすごすぎてもう裏で鳥肌立ってました。はい、客もう客になってお客さんの、はい、もう僕の番もう終わってた、ね、終わってたしね。あ、そっか、なるほど、そっかそっか、もう完全にお客さんになってました。素晴らしかったですね。もう日本で聴けるのは本当にすごい。本当に、もう世界で知られるこの作品に主演として、そして初ミュージカルなのにもかかわらずこんなすごいステージで、そしてすごい演出でいろんなクリエイターの方々が世界中から集まってものすごい作品を作る中で、こうやって真ん中で立たせていただくっていうのは本当にこう新人とか抜きにしてもう 200% 300% でやっていかないと本当にもったいない作品だなと思って、もう死にそうになるぐらい、その緊迫感が伝わるぐらいこっちがやりたいなって、それがお客さんに伝わればいいなって今すごい稽古しながら思ってます。一つやってることが新聞を読むようにしてます。今日本でどういうことが起きてるのかとかはすごい、栗山さんもすごい気にする方なので、やっぱ演劇をやる以上、まあ、ミュージカルっていうのもありますけど、やっぱ栗山さんは演劇をやられてる方で、その上演する時代をこうやっぱ投射していくっていうのがすごい演劇をやる意味があるなってすごい僕は思うので、まあ、日本のいろんな事件とかなんか分かんないけど社会で起こってることをちゃんと理解しておこうと思って新聞は読んでます。毎朝そこで早めに来てこうやってお父さんみたいって言われちゃう。まだ22歳なのに勉強熱心でさくらちゃんに言われちゃうんです。お父さんみたいです。お父さんみたいです。なるほど、歳的にはお兄ちゃんの名前。お兄ちゃんの名前。そうですね。お、忘れちゃったな。結構もう毎日一緒にいるから、うん、第一印象何だったっけなっていう。でも不思議ちゃんだった。不思議ちゃん、うん、俺何ちゃんなの。はじめちゃん。そしたらポーカーフェイスで、うんうん、なんかイメージ。あ、本当ですか、うん、クールって。クールちゃん、うん、クールちゃん、クールちゃんで真面目ちゃん。真面目ちゃん、あ、ちょっと、真面目ちゃんでした、ま、俺真面目ちゃんのイメージだった。そう、どうも、正しくです。あ、見てきて、あ、すごい礼儀正しくだ。え、しょうもそう、ちょっと浅はかなんですけども、背が高いなって。浅はかだな。いや、でいい、第一印象だから。あ、確かに、背でかいなって。そうです、なるそうですね。そうなんだ、確かに。そうか、そう、そうか。でも、ライトの、なんだろう、ちょっと原作を見ると、王子様感というか、そういうなんか優等生で、何もかも完璧でっていう意味で、まあ、僕は今、170、ちょっと、もう少し欲しい、ちょっと低い方であるんで、その、カイ君と初めて会った時に背が高いなと、そ
すいません、第一印象でした。いや僕はあのシークレットブーツを買わなきゃと思いました。聞くからって早いですね、早い。はい、今回八神ライト役でやらせていただきます、海将馬です。今回僕はオーディションでこの役をどうにか勝ち取れたんですが、そういうなんか新人だからっていうことをに甘えずに、もうこの作品を背負っていけるぐらいの懐の大きさを持てるように、今から稽古を必死に頑張ってやっていきたいと思います。ぜひ劇場に来てください。よろしくお願いします。